おはようございます。競馬 V です。今日日曜日ですね、東海ステークス G2 ダートの 1800m 中京で行われます。3時25分発送ですね。とりあえず買い目の方発表していきます。絶対的の王者、テーム迅速はもう僕の中に 100% 来るとは分かってるんですけど、配当が安いんであえて外します。で、あと何を買うねんとなってきて、前も動画で言ってたんですけど、2番のシャイニービーム、2番シャイニービーム、この馬ね、調教師コメントによったら前回もね、4コーナースムーズにさばいていればという内容だけに、今回内枠に入ったことでね、スタート先で決めればそこそこいいポジション、いいポジションで競馬できるんじゃないかなというコメントをしてたんで、レーンには欠かせない一頭であるんかなと、僕もこの馬内枠入ったら買おうかなと思ってまして、一応やっぱそうなんですよね。確かにちゃんと出て、出遅れさえなければ一発狙える馬だと思うんで、シャイニービーム僕も買おうかなと思ってます。2番のシャイニービームで、あと9番、ディアデルレイ、金亀3区ですね。一応ここ2走からテーム迅速の一応相手筆頭になるかなと。ただね、怖いが、自分からテーム迅速を任しに行くという競馬してしまうと、他の馬に足元すくわれる可能性があるんで、それがちょっと要注意かなと。で、ここ2走の成績なんですけど、そうですね、1着1着と来てるんですけど、これがほんまの実力だったんか、でたまたまこの2走とも走ったメンバーに恵まれてたんかが今回分かるレースになるんじゃないかなと。もしかしたらテーム迅速一発任すかも分かんないんでね、一応期待しようかなと思ってます。で、あとその横の10番、オールマンリバー、これもまた金亀3区なんですけど、10番のオールマンリバー、結構ね、他のあと2頭がテーム以外結構悩んだんですけどね、このレース結構伏兵というか、もうどれが来てもテーム以外ちょっと分かんない難しいレースかなと思ってたんですけど、オールマンリバーをもう一頭あげようかなと。もうこの馬は左回りに関しては4140と、ね、この成績を抑えておきたい1頭になるんで、兄弟にバンズーム出ますね。なんでオールマンリバー、もうその左前の実績だけでちょっと勝ってみようかなと。そこまで大きく崩れることもなかったんで、オールマンリバー行ってみようかなと思ってます。なんで一応2番9番10番ですね、もうテームは外しますね。もうほんまはテームの馬単とかから行った方がいいんですけど、馬単買うよりも、結構金額払わないとそれでも、後輩と恵まれないんで、もう馬単もやめて迅速自体をテーム迅速自体を外します。ですんで2番のシャイニービームで、9番ディアデルレイで、10番のオールマンリバーの3頭ボックスのワイド、これ800円ずついきますわ。ワイド800円ずつで2910の3連複1点上げを、500円いきます。ですんで今日はそういう買い方でいきますわ。ちょっとね、ここ最近もガツンとでかい当たりもないんで、ここいらでちょっとこれ結構来たら大きいと思うんでね、テーム時代1本かぶりなんで飛べば結構な配当も見込めるんで、楽しみにしとこうかなと。楽しみなレースになりますね。ということなんで
よろしくお願いします。ではチャンネル登録マジでガチでよろしくお願いします。もうチャンネル登録ガン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 増やしていこうと思ってるんでよろしくお願いします。ご協力お願いします。 VVV